家で飼ってる子なんだけど、いつも一緒に遊んでたのにいなくなっちゃった。あなたクロエを探してくれない？ああ、探してやろう。クロエはどんな見た目なんだ？白くて綺麗な毛で私のお気に入りなの。それにね、おとなしくてお利口な子よ。なのにずっと帰ってこなくて、きっと小麦畑で迷子になってるんだわ。今頃お腹を空かせてるはずよ。ご飯を食べさせてあげなきゃ。なら急ぐとしよう。きっと見つかるさ。闇雲に探すわけにもいかないな。近くの村人に聞いてみるか。ちょっといいか、聞きたいことがある。なんだい、ベアラーのくせに口の聞き方がなってないね。主に何か頼まれたのか？さっさと言いな。少女が飼ってるクロエを探している。この辺りで見なかったか？クロエ？ああ、村の子の。それなら風車小屋の周りをうろついてたけど、小汚くて嫌になっちまうよ。ちゃんと見張っておきなっていつも言ってるのに。あの風車小屋か。もういいだろ、さっさと失せな。犬の声。クロエは白い毛と言っていた。こいつは違うか。あれは人が倒れている。一体何が？でも寝てないの？さあお家に帰りましょう。ほらクロエ。なんだ、もう壊れちゃったの？ちょっと魔法使わせただけなのに。今までのクロエより可愛かったから大好きだったんだけどな。またお父さんが仕事で使わなくなったクロエをもらってこなきゃ。壊れたんじゃない。君の大好きなクロエは死んだんだ。死んだ？クロエも人と同じだということさ。君は父さんや母さんが死んで二度と会えなくなったらどう思う？嫌よ、悲しいわ。クロエも同じだ。大好きだった彼女にはもう二度と会えない。そんなの嫌よ。いいか、ベアラーは物じゃない。人と同じように死ぬんだ。クロエが大好きだったんだろう。だったら彼女の死をしっかりと受け止めるんだ。クロエ。